楽しかったかい？はい、とても。そうか。だとしたら君は世界に愛される人になれるよ。愛される人ですか？この世の摂理に向き合う者は世界の息吹を感じ取ることができる。私たちは皆愛されているんだ。いいえ、私は愛されていません。どうして愛されていないとわかるんだ？私は一人だからです。誰もそばにいないことがその証拠です。君はその状況に満足しているのかな？満足はしていません。それなら大丈夫だ。君は愛される素質がある。どういうことですか？ではそれを宿題にしよう。来週私が来る時までに考えておくといい。それではさらばだ。美味しかったです。みかげくん、ごちそうさまでした。少し歩きたいです。はい、そういえば昨日師匠の夢を見ました。素数の話をしました。師匠はいつも素数とは世界につながっている数なのだとおっしゃっていました。はい、私もよくわかりません。素数を扱う整数論は師匠に出会ってから学んだものですが、未だに謎が尽きることはありません。奥深い研究テーマです。かつて数学者のガウスは、数学は科学の女王であり、数論は数学の女王であると言いました。いえ、偉いという意味合いで比喩に用いたわけではないと思います。詳しくは不明ですが、数学は他の学問における命題を抽象化、順化することで成立します。そのシンプルで無駄のない美しさを女王と見立てたのかもしれません。女王の美貌は多くの領民から集めた富で成り立っています。
しかし、その美貌が領民の役に立つことはありません。数学は他の学問分野の成果を応用し発展してきましたが、その逆はさほど多くありません。私たちの実生活に影響のある形で数学が応用されることは稀です。そうですね。今はガウスではなくテスラを用いることが推奨されていますが、テスラも人名ですね。そうでしょうか。想像もつきません。ヒントをいただけませんか。私をラーメンの数に還元するのですか。ラーメンと私を熱エネルギーに換算して比率を求めればいいのでしょうか。では体積比、質量比、あるいは想定される私の生涯給与をラーメン一杯の平均価格で割れば、543ラーメンです。542なんちゃって。本当ですか。なるほど、こういう感じなのですね。理解しました。ものまでおごっていただいてありがとうございます。アリスカフェのことを言っているのでしたら、おごりに換算する必要はありません。あれは見かけくんの意思とは関係なく、私が勝手にしたことです。出会った当初はあまり協調性を示す人柄ではありませんでしたが、今は違います。特に私とは懇意にしてくれています。そうですか。やはり私には女性としての魅力がないのですね。確かに私の体は標準体型と比べてかなり小さく、胸もありません。